小づく衆は、ご法上市の家臣団のうちの一つで、南武蔵地域を支配していた、集団、集組織であった。衆の中心は、武蔵国の小づく城によることから、小づく衆と呼ばれていた。小づく衆と呼ばれる、軍団組織が編成されたのは、大英2年から大英4年頃である。当時の伊勢氏は、 鶴見川と玉川に挟まれた小机里を中心に、大小29の武士団が居城、館を構え、江戸城周辺の先人及び、旧、大木谷噛みす勢である大田氏勢力と対する、形を取っていた。州を取りまとめたのは、北条愚実なの信頼の扱った御大老の一人、笠原新溜めで、その後は、北条次長、小机城主になったし、行。 北条宇治政の弟三郎、志向となったが、笠原氏が上代としてまとめ続けていた。天正18年、豊臣秀吉の関東信仰の際には小机、城主志向は小田原老城に加わっており、小机城は放棄され小机州は老城に加わっている。当初は、御宝城氏の武蔵国の進出の先人として、機能しており、江戸、火西川越をめぐる、 不安定な状況を、小田原城や玉縄城に、いち早く連絡するため、小机城から小田原、八王子方面と、小机城から神奈川・青木城を経て、玉縄城へ至るの露しとかね、旗の連絡ルートの拠点になっていた。この連絡ルートの一つが、中原街道と言われている。小机州は29人で構成されており、約校は3438.192であった。 小田原州所領役長による主な家診断は以下。州とは地域の根城を中心に網の目のごとく結ばれていたネットワークで、呪しい連絡ネットワークが形成されていた地域であった。ありがとうございます。